待て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 。あ、そういう感じ？あ、これを超えてきたんだ。どっか街ってあったりしませんか？まずい、逃げろ。なんか、やべないね。ちょっと待って、一旦ここは、はてなはてなはてなやった？オーランシア。え、すいませーん。敵対したいとかってあったりしますか？ハーピーじゃない？これ。俗に言う。こんにちは。羽がないものがここにいる。メルリー。あなたは勇気ある人。バカ。こっち。バカです。自覚があるんだね。メルリーは感心した。帰ることをお勧めする。登るのは無理。ハーピーは警戒してる。部外者は通さない。あ、戦闘にだけはなんないでください。困ったことになるかもしれないけど、助けてあげてもいい。キラキラが欲しい。あ、お金くれってこと。てっぺんまで連れてってあげる。人間が思うキラキラ？これ？違う。これ？違う。じゃあこれ？違う。なんだこれ？私は、ダメか。あ、すいません。こんにちは。アルコ。アルコはハーピー。もしかしたら最強ハーピー？アルコの釜のコレクションを見たが感心したか。あ、イノシシの牙。ソーニア殿の顎。ファイアーフィッシュの角。危険な動物から釜を作るのが好き。ほう。それで危険な洞窟のって。あ、これ、あれじゃない？隕石の。欲しい。なんと取引してくれるんだい？危険な動物の素材を出せば、まだ、なんかダメそう。安全なところはないっすかね。ありそう、ありそう、ありそう。ここははてないでしょ。一旦やり過ごして。スフィア。あれ、やばいか。もしかして、釣りか。オーシャンクリフ。あ、食料調達は、ここでできるんだ。あ、もう24時間分やってんやな。よし。あれや、食料調達しようぜっていう話やったな。じゃあ、早速、調達をしていこうと思います。ビュ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 。それはそうと今、グラボ依存のマイクのミュートのやつを試してたんですが、ちょっとね、僕の声質と合っていないとか喋り方と合ってない節があったので、今はちょっとノイズ消してます。ノイズ除去。まあ、これから先も実況はやっていくと思われるので、まあ、お試し期間ですね、しばらくは。設定とかをいろいろ見ていこうかなっていう感じであります。誠にいかちょちょちょ喋ってると負ける。全然そんなことないわ。スタミナ無限かよ俺。さあ、これでムーンストーンもゲットかな。はい、最高。
最近7つの大罪を見返して、漫画を、アニメがあまりにもひどかったから、7つの大罪見返して、次、フェアリーテイル見返してるんだよね今、3巻ぐらいまで行ったんだけどさ、あいつ、夏のさ、炎を食べて、食ったら力が湧いてきたとか言ってんのめちゃめちゃ懐かしくて、そういえばそんなこと言ってたなと思って、最初の方面白かったもんなフェアリーテイル。今エデンズゼロってやつやってるじゃん。やべ。あれも結構好きなんだよね。ただ、島広さん敵倒すときにめちゃめちゃ悪い言い方するけど、綺麗事言ってバコーンって殴ったら倒せるじゃん。そこはちょっと、最近のここには刺さんなさそうやなっていう、浅いなっていう倒し方が。そこだけ懸念だよね。呪術廻戦とか見たらなんか敵倒すのにも一個一個過程となんかいろいろあるじゃん。こうしないと倒せないとか、たまたまこいつとこいつが噛み合って倒せたみたいな。領域展開すげーと、領域展開を発動できるようになったとかさ、なんかいろんな過程を得て敵倒したりするけど、フェアリーテイルはなんか全部気持ちでどうにかできちゃう種族の人たちが多いから、ちょっとね、戦闘シーンめちゃめちゃ絵うまいし、女の子キャラもエッチなんだけど、そこだけがね、もったいないなっていう感じ。話も面白いのに。いや、まあ結局面白いから見るんだけど、まあ万人受けするコンテンツなんてないからね、そこは致し方ないかなっていう。まあ悪いとこを探してみるよりいいとこ探してみた方が見る側としても面白いし、そう、見る側の視点って最近すごい大事だよねって思ってきた。釣りしてみたいなって最近思うけど、俺釣り堀でしか釣れたことないんだよね。海釣りとか川釣りとか何回か行ったことあるけど、自力で釣れたことって一回もなくてさ、ちょっと億劫なんだよ。あと虫苦手だからさ、餌触れないんだよ。触れないまではないんだけど、できれば触りたくないくらいの域にあるから、そこがな、釣り渋ってる理由かな。そういえばですよ。そういえばのくらいな感覚で話す話じゃないんだけど、僕めちゃめちゃメイドインアビスが好きで、メイヤって名前もメイドインアビスからちょっともじってっていうか、3文字取って、名付けてるんですけど、なんと、アニメの2期の制作決定とゲーム化が決まるっていうとんでもない事態がさ、なんか起こっちゃってて、まさかゲームになるとは思わなくてさ、俺ゲーム、メイドインアビスのゲーム作りたくて一瞬ゲームのさプログラミングとか目指したことあったんだけど、いやすぐにやめたけど、あったんだけど、なんかもうすごい幸せだよ。めちゃめちゃクオリティ高かったし、制作っていうか何、映像、 YouTube の映像を見た時、マジで他のゲームの話して本当に申し訳ないんだけど、めちゃめちゃこれはやるなっていう感じあったね。絶対配信か動画にする、間違いなくする。もちろん R18 だったよ。どこまでいけるんやろうな。物語結構、原作の方は終わりに近づいてるのかどうかわかんないけど。よし。まあ、こんなところでいいかな。とりあえずね。ゴーレムコアが、デーモンコア君みたいなのが、めちゃめちゃ邪魔なんだけど。とりあえずまあ、こんくらい集まったから、ひとまずは、お試しでね、あそこに乗り込んでみようかな。でも上のとこ見つけてよかったね。魚ないと多分、死んでたよ。サースフィアに来た。外周から、前は中に入ってたね。なんかとんでもない、ひし形の除去魔法みたいなの置いてあったけど。この足跡いいね。心地よいわ。失礼します。さて、
ここにも正番だっけ？ここにもある。